寝ちゃってるの？ルフレお話ししたいことがあるんだよ。クロム、次の戦いでは。ルフレからね、時々感じるの、チキと同じ力、なんでかなって。クロム、あれ、なんだか苦しそう。共に生きたかったのに。ルフレすごい汗かいてる。それにとっても悲しそう。僕はなぜこんな。ルフレ、ねえ起きて。大丈夫なの？ルフレってば。夢か。あれ、チキ。もう死んじゃいそうな顔してるから心配したんだよ。チキが起こしてくれたんだね、ありがとう。寝言でクロムって言ってたよ。どんな夢だったの？よく覚えていないんだけど、たまに見るんだ、とても怖い夢を。そうなんだ。チキもね、怖い夢を見ることあるよ。私が獣になってみんなを襲って殺してしまうの。いや、やめてって叫んで目が覚めて、その度に泣いちゃうんだ。チキがそんな夢に悩まされてたなんて知らなかったな。だからチキね、眠るのが嫌なの。また怖い夢を見る気がして。わかるよ、その気持ち。僕も同じ悪夢を何度も見ているから。同じだったんだね、ルフレも。あのね、ルフレって他にもチキと似てるとこがあると思うの。悪夢を見ること以外にかい？どういうところだろう。どこって言われると困っちゃうけど、ルフレを昔から知ってる気がするの。兄弟みたいな感じかな。なるほど。確かに僕もチキにそんな感覚を抱くことがあるよ。とても近いけど対極にあるような、そんな矛盾した感覚だけど。ふーん、よくわかんないけど、ルフレはチキにとって特別なの。僕にとってもチキは特別だよ。話していてすごく落ち着くし、二人で一緒にいれば悪夢も怖くなくなるかもしれないね。じゃあ今度一緒に寝てくれる？もちろん。チキが怖い夢を見ていたら今度は僕が起こしてあげるよ。わーい、チキもルフレがうなされてたらまた起こしてあげるね。でも二人一緒なら怖い夢じゃなくて楽しい夢を見られるんじゃないかな。それなら眠るのも楽しみになるね。ルフレありがとう。ねえねえルフレ、遊ぼう。あれ、寝ちゃってるの？ルフレ、お話ししたいことがあるんだよ。クロムさん、次の戦いで。ルフレからね、時々感じるの、チキと同じ力、なんでかなって。クロムさん、あれ、なんだか苦しそう。共に生きたかったのに。ルフレすごい汗かいてる。それにとっても悲しそう。私はなぜこんな。ルフレ、ねえ起きて。大丈夫なの？ルフレってば。あ
チキさん？もう死んじゃいそうな顔してるから心配したんだよ。チキさんが起こしてくれたんですね。ありがとうございました。寝言でクロムって言ってたよ。どんな夢だったの？よく覚えていないんですけど、たまに見るんです。とても怖い夢を。そうなんだ。チキもね、怖い夢を見ることあるよ。私が獣になってみんなを襲って殺してしまうの。いや、やめてって叫んで目が覚めて、その度に泣いちゃうんだ。シキさんがそんな夢に悩まされてたなんて知りませんでした。だからチキね、眠るのが嫌なの。また怖い夢を見る気がして。わかります、その気持ち。私も同じ悪夢を何度も見ていますから。同じだったんだね、ルフレも。あのね、ルフレって他にもチキと似てるとこがあると思うの。悪夢を見ること以外にですか？どういうところでしょう？どこって言われると困っちゃうけど、ルフレを昔から知ってる気がするの。兄弟みたいな感じかな。なるほど。確かに私もチキさんにそんな感覚を抱くことがあります。とても近いけど対極にあるような、そんな矛盾した感覚ですけど。ふーん、よくわかんないけど、ルフレはチキにとって特別なの。私にとってもチキさんは特別です。話していてすごく落ち着きますし、二人で一緒にいれば悪夢も怖くなくなるかもしれませんね。じゃあ今度一緒に寝てくれる？もちろん。チキさんが怖い夢を見ていたら今度は私が起こしてあげますよ。わーい、チキもルフレがうなされてたらまた起こしてあげるね。でも二人一緒なら怖い夢じゃなくて楽しい夢を見られるんじゃないですか？それなら眠るのも楽しみになるね、ルフレ。